至福の味を求めて、今日もぶらり本場大館きりたんぽ紀行。大館市泉町レストラン泉、去年おととしと2年続けてグランプリを獲得。輝くトロフィーは最高峰の証。比内地鶏は自社でちゃんと育ててますので、特にスープはコクもありますし、醤油ベースで大変美味しく出来上がっています。スープが煮立ったらネギときりたんぽを加えます。きりたんぽも一つ一つ丁寧に手作業でこねて焼いてますので、大変美味しくなっています。誰もが認める本場大館グランプリのきりたんぽ、素材と手作りにこだわったまさに至福の味。比内地鶏の旨味と上品な脂身がスープにしっかり溶け込んでる。続いて魅惑の比内地鶏。この弾力、スープもよく染みてて美味しい。人々を魅了するきりたんぽ。炭火焼きの香ばしさとこのもちもち感がたまらない。さすがグランプリの味。しばらく途絶えていた人気メニュー、昔ながらのたんぽラーメンがおよそ20年ぶりに復活。スープとチャーシューに比内地鶏を贅沢に使いました。ありそうでなかった組み合わせ、合わないはずがないんだよな。